こんにちは、まやこちゃんです。プリティということで、皆さん、明日11月11日何の日かわかりますか？大正解。僕の誕生日の5日前なんですけれども、まあね、そんな僕の誕生日に隠れて、なんかもう一つ世間ではね、イベントごとがあるらしいですわ。はい、そう、ポッキーの日なんすね、これ。僕のね、誕生日で薄れつつあるんですけど、で、そんな時にね、僕ちょっと思いついちゃいました。なんかポッキー、これ足りなくね？ポッキーってさ、これ一箱全部食ってもさ、なんかもうちょっと欲しいってなるじゃないですか。まあね、そんなところで僕がね、今回は人類最大の夢である、あのポッキーをたらふく食べたいっていう夢を、まあ、叶えるべくしてね、巨大ポッキー作ります。作詞、いやーね、まあ、今回ね、巨大化していくポッキーは、まあ、ふふくりもこちらのね、グリコのポッキーです。もうね、ポッキーって言ったらトップやろ、絶対ね。俺はマジでトップのイチゴしか許せん人なんやけれども、まあ、ふふくりもね、お店にはこいつらばっかね、なんか陳列されてて、まあ、これが一番人気であろう個体なんで、今日はこいつをね、ちょっと巨大化していきます。まあ、世の中にはね、僕と同じ考えの人もいっぱいいるようで、なんと巨大ポッキーの作り方、レシピありました。今日はね、ちょっとそれを参考にしながら作っていくんですけれども、まあ、まずは、こちら無塩バター 120g を練るということでね、やっていきましょうか。だいたい、こんくらいでしょう。いきます。ほい。よし、OK。この子を練っていくと。これが楽しいよな。このね、指と指の隙間からこのニュルってバターが出てくるのを楽しむがためにお菓子作りやってるまでありますからね。そこに、なんとグラニュー糖、砂糖 120g と、よいしょ、 OK。 ちなみにこれ2本分の量です、ポッキー。もう常にこれねこの大きさでね、このポッキー1パック分くらいできそうやけどな。これでなんとね、2本分のレシピなんで、まだまだ入ってるんで、材料。これね、砂糖とバターをね、なじませたら、続いて、溶き卵を2個入れるということで。よいしょ。わっしょい。俺、この白身のドロドロがマジ苦手で、すき焼きとかさ、これ卵につけて食べるじゃん。その時にズルってこの白身が口の中入ってくるのマジ嫌で、もうめちゃくちゃこうやって、かき混ぜるんよね。でもうマジでもうこのドロドロがなくなるまでやってやっと食えるみたいな。卵かけご飯とかさ、食べるときもこのズルってズルって白身一気に入ってくる感覚ある。キモくない？俺あれマジ無理なの。マジでこれ冗談抜きで、こんなんしてまでね、こうやってこんなん。そしたらこの子をね、3回くらいに分けて混ぜていくと。よし、やべ、めっちゃお腹鳴る、さっきから今日まだ何も食ってねえよな。結構夕方なんやけど。うわ、いいね。はい、2回目。よいしょ。そしてね、3回目と。これ牛乳ね、120g 加えまして。あっぶねえ。よし、よしよしよし、あっぶねえ。超えたら動画終わるとこやったわ。これ混ぜたら、じゃあこちら中力粉、520g かな、 560g か入れていきます。これマジ中力粉さ、これ引っ越してから近くのスーパーに売ってなくて、全然マジ青果店まで昨日行って買いました。でしかも青果店でさ、なんか試食みたいなのやっちゃって、店員さんに勧めれたんや、これどうですかって。俺さ、試食とかさ、晩年ダイエットやけあんま食いたくないんよね。だけどさ、なんか断ったら断ったらめちゃくちゃさ、なんか気まずい感じの雰囲気感になるやん。ね、なかなか試食断る人とかおらんし。じゃっけ、断るのもさ、あれやなーって思いながら、しっかりいただきましたね。しかも2個。そう。めちゃくちゃうますぎて、めっちゃうまって言ってしまったやん。そしたらあれ、店員さんが、もう1個いりますとか言ってさ、もう1個もらうやん。でさ、もうさすがに2個ももらったらさ、その商品買わんわけにもいかんやん。買わんわけにもいかんけど、2個食って、しっかりそのまま出ていきました、店。ほんまに。もう満足しちゃって、2個食えたから。そう、1個ならね、うわ、これもっと食いてえってなって、買うかもしれんかったけど。まあ、絶対買わんけど。もう2個も食ったらそれ満足してさ、しっかり買わんかったよ。これ、中力粉ね。ふるい入れると。
ょっともうこれ今日めんどくさいんで、この粗めのなんか適当にザルでやっちゃいますと。よし、オッケー。そしたらまたこの子混ぜていくか。Yeah, yeah, yeah. ほら、ワンチキン、ショートとこ、アジキアト、ワンチキンティン。よっしゃ、できました。そしたらあとはこいつを伸ばしていきます。え、ぴったり 1000g なんやけど、こいつ。マジか。すごい。はい、ということでね、運命の整形タイムということでやっていくんですけれども、これね、もうもっとさ、俺、バカでかいポキ作りたいんやけれども、なんせ家なんで、オーブンに入るサイズまでしか作れんのよ。じゃけ、オーブンに入るもう最大限のね、大きさにしていきたいと思います。ほい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 。いい感じか。よし。うおー、長え。めっちゃええやん、2本目。はい、こんな感じでね、めちゃくちゃでかい生地できたんで、こいつをね、一旦1時間冷凍庫で休ませます。はい、じゃあ一旦ね、いってらっしゃーということで、その間に、箱作りますか。よいしょよいしょということでですね、ある程度ね、箱のサイズは、まあいい感じに切ったんで、あとはね、こちら大量にね、ポッキーの包装印刷してきたんで、こちら貼り付けていきますと。やっていきます。よし、いい感じやな。あとは貼っ付けていきます。おお、ええ感じや。いいね、いいね、いいね。ということで、できました。いい感じじゃない。ちょっと休ました生地焼いていきますか。じゃあこれをね、なんと150度で70分。長っ、マジ。じゃあ、いってらっしゃい。はい、ということでね、そろそろ焼けたっぽいんで出していきます。いきます。どんな感じや。おお、あ、いいね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 。いい感じにできました、ポッキーの芯の部分。じゃちょっとこいつ、あっち持っていこう。もう一個も、お、いい感じ。あ、こっちいい感じの色ついちゃうな。ほい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 。はい、もう12本作ってます。実はカメラ回しちゃうところは2本しか作ってないんやけど、もう実はね、12本作ってます。この撮影1日かかってます。腹減りました。チョコかけます。はい、ということでですね、あいにくうちにはチョコがなんか100枚くらいあるんで、この子たちせっかくなら使っていきたいと思います。はい、おいおい、はい、いってらっしゃい。ほい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 。オッケー。そしたらね、チョコをつけていきます。こいつをここにぶち込んで、よいしょ、抜いたら、全然ついてないやん。あとはハケで塗っていきます。はい、じゃああと残りこれ9本、チョコ塗って、冷まして箱に入れていきたいと思います。おい、よいしょ、よいしょということでね、早速この子たちをね、箱に入れていきます。おー、いいね、いいね、いいね。よいしょよいしょ。あー、やばい、折れた折れた。今めっちゃ折れたな。あっぶね。やべえ、これ作りすぎじゃね。俺どう考えても作りすぎじゃね。半分でよかったな、これ。はい、さあ、あとはこいつらを立てるぞ。いけるか、これ。サムネも撮るんで、同時にちょっと並べます、この子たち。いきます、立てるぞ。これいけるか、いけるか、これ思った500倍重たい。来たか。お、来た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 。よし、ということで、できました。
ということで、食べます、いただきます。マイクラの次くらいに時間かかったね、これ。じゃあ、いただきます。早速こちら、ポッキー、どっからどう見てもポッキー、いただきます。ちょっと待って、パッと逆じゃない、これ多分。やってんか、え、ガチもあんまポッキーじゃね。うん、ほぼ同じ。ちょっとチョコの味が違うかも。このチョコとこのチョコ使ってるか分からんけど、ちょっとチョコの味が違うけど、他マジ全部同じ。発射、用意してます、牛乳。もうね、深夜テンション、ほんまに。もう1時くらいやで、マジで。マジで時間かかったな。1個焼くのに70分かかるし、しかもさ、1回に2本まで焼けねんけさ、ガチで時間かかった。うん、本家より好きかも。なんか、本家って結構チョコしっとりやん。こっち、チョコ買ったのってパリッとなるし、食感最高、やばい。これ1本は食い切りてぇな、さすがに。今回の美味しくなった秘訣、これや。市販のね、よくスーパーにある中力粉じゃなくて、ちゃんと青果店で買ったこの北海道産中力粉エペってやつ使ったよ。小麦がうまいけ、中のね、枝がうめ、これ最高。ということで、残りはね、事務所のスタッフに配りたいと思います。うん、さっき、LINE で、ポッキーいりますって言ったら、あ、いります、いります。喜ぶと思います、みんな、つって言ってたんで。まあ、口が裂けても巨大ポッキーとは言いません。うん。なんで、彼たちが来た瞬間、びっくりすると思います。はい。まあ、この動画見たときに、母さんが欲しいとか言い出すんよな。母さんのも取っとくか。あ、母さん、うん、ポッキーいる？あ、ポッキー、うん、いる。オッケーオッケー、送っちょくわ、またはい、うん、じゃあね、ありがとう、はい。ということでね、ありがとうございました。はい、ということで皆さん、やばいっす、これ。巨大ポッキー作った次の日、次の日にコンビニ行ったらなんか、巨大ポッキー売ってました。え？でもこれ、俺の方が先やけえな、これ。これグリコがパクリよ。これね、これジャイアントとかつけちゃうけどさ。これ俺が先やけえね。グリコさん。まあ俺の方がでっけえしな。この10倍くらい。え？